入禅スマート IC 下り線側入禅パーキングエリアは富山県下新川区入禅町上林にある北陸自動車道のパーキングエリアである入禅スマートインターチェンジを併設する売店などの施設はない2005年4月25日から7月24日までの3ヶ月間限定でスマート IC が設置され ETC 搭載の普通車軽自動車に限り 前原方面は流入のみ、新潟中央方面は流出のみ、可能になった。試験運用が終了後、富山インターチェンジ方面への通勤利用が好調であったことから、2005年8月1日より共用を再開。2度の延長を経て2005年度いっぱい試験共用が行われることとなった。運用時間は当初24時間運用であったが、 同年10月2日に6時から22時までの運用に変更された。2005年11月14日から大型車対応工事のため一時供用が中止されていたが同年12月29日に再開。この工事により ETC 搭載の全車種が利用可能となった。試験運用期間に1日平均700台に利用され好調であった結果をもとに 2006年10月1日に本運用を開始した。上下線の流出入に対応するため、同年12月から2007年6月まで休止して改良工事を行い、同年7月1日11時から上下線の流出入に対応した終日利用可能なインターチェンジとして運用開始した。入前スマートインターチェンジに関するカテゴリー、ありがとうございます。